はい、ということで深川は富岡八幡宮に行ってきました。この場所は江戸時代から深川の八幡様として人々から親しまれてきた場所なんです。そもそも深川というのはですね、徳川家康さん入府以前は芦野原や砂州が広がる隅田川河口のもう広大な干潟だったんですね。そこを江戸の府内から出た尻芥、つまりゴミで埋め立てて人が住めるようにしたといういきさつがあるんです。なので現代でいう夢の島のような場所だったということになるでしょうか。寛永4年1627年に長生上人という方がこの地に入られて、6万坪以上というのはだいたい東京ドーム 4.6 個分だそうなんですが、を干拓なさって徳川将軍家に、ご寄進されたんだそうなんですね。で改めて将軍家から許しを得まして、こちらに富岡八幡さんを建てたというところから、非常に徳川将軍家ともゆかりの深い場所なんだそうなんです。もちろん庶民からも大変な人気がありまして、この八幡さんの前の門前町にはたくさんの料理茶屋が立ち並んで、中にはですね、粋な辰巳芸者、深川の芸者さんたちが闊歩する花街が形成されていったということなんです。本当に貴賤男女問わずたくさんの方に人気のあったアミューズメントスポットという感じだったんでしょうね。